割と、これも10月13日なんですけども、あのー、<laughs> あの、ちょっとね、まあ、あのー、なんて言うんでしょうね、あのー、まあ、正直、結構疲れているので、あのー、 なんていうか、話せるネタが、というのかな、この、テンション的に話せるものも限られているんで、ちょっと一本全く違う、あの、過去3本とは違うこと喋りますけれども、あの、前にも言いましたけれども、今年はあ1 1、ね、あの、M1 が1回戦からね、動画で見られるようになっていて、それについてちょっと、あの、喋って、今日はもう撮るのやめようかなと思います。ちょっと風呂入って、あの、ちょっと一回リフレッシュしようかなと思うんですね。この後はさらに、ちょっとやらないといけない仕事もあるんでね。 ええとですね、まぁ、あ、M1 回戦を見まして、あの、見たっつっても全部見れてないんですけれども、あの、今のところ、まあ好きなのは、好きが嫌いって意味で好きなのは、大阪で言うとモンスターエンジンですね、まず。モンスターエンジンね、あの、秀逸でしたね。あの、嫌いじゃないっていうのかな、僕割とね、こう、なんていうか、かぶせてくるタイプのネタが好きなんですよ。かぶせてきたりとか、ちょっとネチネチいくタイプのネタが好きなんですよね。 だから結構ね、あの、うーん、最初からあの、結構漫才って、その制限時間の中で最初の、まあ、例えば4分なので最初の30秒とか45秒とか1分ぐらいがこう、だん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 こう温まってくるみたいな感じのタイプもあると思うんですけれども、モンスターエンジン比較的最初の大きな笑いが起こるまでが早かったと思うんですよね。 うんだからこれはで,で結構そのその後も笑いが結構続いていたんでちょっとちょっとね個人的にはこうトン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 。トントントン トーンみたいな感じ。ちょっと、ちょっと盛り下がったところあったんだけど、ちょっとネタバレになるか具体的にはないけど、ちょっとなんか盛り下がった、その、今のあの、笑いのあれは弱いなっていうところあったかなって思うんですけど、まあ本当にこの素人だからね、あの、素人なんでこんな偉そうに言う、あれでもないんですけどもね。ちょっと、ちょっと盛り下がったかなっていうところあったんで、そこはちょっとなんか違うの差し込んだらいいんじゃないかと思いましたけれども、ま、大阪は僕の中ではモンスターエンジンですかね。 東京はもうね、断トツで鬼越ですね。鬼越トマホークですね。あのー、どこまでがネタかわからないけれど、でも最後の最後で、あのー、まあ一応その、まあ見ればわかるんですけども、あのー、なんていうのかな、金ちゃん的に、金ちゃんが突っ込んだんだけど、その突っ込みの仕方が本来の台本にはない突っ込みの仕方をして ししたらしいんですすよよねねのキーワーワドを言ったらしいんですよ、ね、でそれに対してそのが井があの頭ツルツルの方が頭ツルツルのボケの方が「お前台本にないこと言うんじゃねえ」的な感じのこと言うんですよ。でその金ちゃんっていうツッコミの側がまあそ,そ,んそこは今いいだろうみたいな。 そこ,そそこの,その台本にないことを言うんじゃねえみたいなことに構っているとネタが進まなくなるわけよ。だからそのもともと想定されてるオチまで多分いかないわけよ。でもともとその M1 っていうのは制限時間を過ぎると ペナルティがつくんですよね。点数が下がるとか。あるいは、ある一定まで行くと完全に打ち切りになったりするんですけれども。なんか、鬼ごとトーね、最終的に打ち切りになったんだよね <laughs>。制限時間を超えて、その掛け合いというか、その、お前台本になることはないこと言うんじゃねみたいな。まあ、そこだから、まあ、売りとして、こう、なんか、喧嘩に近いような言い争いをするっていうのが一つのね、芸風だと思うんですけれども。それをやりながら終わっていったっていうのがね、すごいいいと思いますよ。らしかったと思います。1回戦からそれ やっってきたってのにと思いますだから、ね、逆にねこのあとね上がっていた時は3回戦とかね純潔がきついんじゃないかな1回戦のネタを見ちゃってで今回僕らは。 まあその最終的に決勝戦まで生で見ることは多分ないと思うんですよ。まあ、あの応募すればいけるのかもしれないけど、僕はちょっと今その仕事的に多分いけないと思うんでね。多分そういう YouTube とかテレビ見るしかないと思うんですけれども。だから1回戦からネタ見ちゃってるんで、この今の1回戦のネタが仮に決勝戦できたら笑,うもうもう笑えないかもしれないな。あのその1回戦のネタね、おもろすぎてね、もう10回ぐらい見てるんですよ。だからちょっと とまあ、まあ、鬼越トマホーク、ちょっとね、その、喧嘩仲裁するっていうあのネタがあるんですけれども、まあ、まあ、お箱の芸があるんですけれども、まあ、その辺もあって、ちょっと売れてきてるんでね、このままちょっと行ってほしいですね。特にその、坂井亮太は、あの、高円寺住人ということでね、割と僕も高円寺にゆかりがありますので、あの、ぜひ行ってほしいなと思いますね。本日はまた。